皆さんこんにちは。今日は実は初めてのブラウンバックランチ方式の記者会見というか懇談なんですけれども、お弁当を持ってきていただいても結構だったんですが、皆さん今日そうではないようですが、今日はですね、AFP の新しい東京支局長になられたジャック・ルイルリーさん、をお迎えしました。ルイルリーさんにここに来ていただいたのは、実はジャーナリストとしてですね、北アフリカ、あるいは中東で長い経験があります。アフリカだけで8年間、おられたということで、特に今日本でも大変この間の事件から注目を浴びている、アルジェリアの事件から注目を浴びている北アフリカ一帯の情勢について、大変詳しいと、ちょっといただいている経歴によりますと、コートジボワールのアビジャン支局とか、ナイジェリアのラゴス支局とか、それから本社でもアフリカニュースの担当デスクをされておられたということです。ということで、最近ではチュニジアの政変の際に、ベンアリ大統領が国外退去した直後に、3ヶ月にわたって取材をした経験があるということで、北アフリカ直接はないんですけど、コートジボワールとか、ナイジェリアにいたことで、北アフリカ一帯にも大変詳しいと。ということです。それから、駐在はしてないですけれども、マリア、ニジェールへ取材に行かれたこともある。大変、アフリカ、特に北アフリカ一帯に詳しいということで、ぜひ話をこの際、我々のよく知らない地域なので、聞いてみたいなということでお呼びしました。ということで、じゃあ初めにお話を伺って、それから質疑応答に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du National Japan Press Club, Mesdames et Messieurs, chers collègues, vous m'excuserez de parler français parce que en 5 mois, j'ai pas eu le temps d'apprendre le japonais.でお集まりの皆様こんにちは。そして、こちらの日本記者クラブの理事長、並びにお集まりの皆様、そして、親愛なる我が同僚の記者の方々、ごめんなさい、私自身はフランス語でお話をさせていただきたいと思います。赴任、間もないまだ5ヶ月でございまして、まだ日本語を習得していないからでございます。 Donc, Ishikawa-san m'a demandé de venir vous parler de la situation en Afrique du Nord.Dans le Sahel et de la montée des dangers islamistes. Je le remercie, je suis très honoré de cette invitation. Et avant de commencer, je voudrais avant toute chose dire que j'ai une pensée émue, attristée pour tous les otages japonais qui ont été brutalement assassinés lâchement en Algérie.そして今回は日本記者クラブの石川企画部長のご要請がございましたので、こうして皆様の前で北アフリカ、そしてまた特にはサヘル地域におけるまさにイスラム主義者の台頭という危険についてお話をさせていただくことになりました。今回このようにご招待いただいたことにお礼を申し上げると同時に、大変名誉なことだと思っております。まず私の方から皆様に申し上げたいこと、それは先のアルジェリアにおきまして、日本の方々が人質に取られた、そうした皆様に対しまして、大変突然にも、そして卑怯な形で命を奪われた皆様に対して、私自身心を痛め、そして哀悼の意を表したいということでございます。どうか。On vous a distribué des cartes, et quand vous regardez la carte de l'Afrique, du nord et d'ouest en est, et même un peu en descendant vers le sud, même si les situations sont différentes pour les pays qui la composent, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est l'instabilité.皆様の方にはアフリカの地図をお手元にお配りいただいたと思います。このアフリカをご覧になりまして、そう、
西から東へ、そしてちょっとまた南の方にも目をやってみますと、この地域というものを構成している国々というものがそれぞれ情勢に違いはあるものの、やはり最初に頭に浮かんでくる一言というのは、ああなんて情勢が不安定な地域なんであろうかということであります。 Donc si vous regardez cette carte qu'on vous a distribuée, vous voyez ici, je ne sais pas si c'est un peu loin, mais si vous voyez ce qu'on appelle techniquement le Sahel, qui est une bande qui va d'ouest en est, que vous pourrez également comparer avec cette autre carte pour voir tous les pays qu'elle traverse. で、皆様の方のお手元にございますのが、まずこちらの方のこの地図に黒いものが塗られている地図でございます。こちらの方こそまさにサヘル地域と呼ぶ地域でございまして、西から東へと帯状になっている地域でございまして、そしてもう一つの地図というものがアフリカ大陸全体の地図、こちらと比較してご覧になるとよくお分かりになると思います。 Donc vous voyez que cette immense région qui est largement désertique est devenue au fil des ans une véritable poudrière avec l'émergence de mouvements islamistes, de groupes armés qui sont moitié trafiquants, moitié militants, des groupes aussi indépendantistes, des preneurs d'otages, et qui se financent avec les millions de dollars ou d'euros qui sont versés pour des rançons ou qui viennent du trafic de drogue. そしてこちらのもう膨大な地域でありますけれども、その広くは砂漠地帯でありまして、それが年を経るにつれましてまさに一触即発とも言える危険事態となってまいりました。それはなぜかと言いますと、ここにイスラム主義者の台頭というものがあって、そして武装組織といっても半分は密売をやっている、半分は戦士であるという、そうした組織と同時に独立というものを求める集団があったり、また誘拐、人質を取る集団があったり、そうした人々がまさに何百万というドルを、何百万というユーロというものを身の代金という形で、またはこの麻薬の密売取引で手にしているわけであります。Alors bien sûr, comme je le disais, la situation de chaque pays est différente, mais c'est l'impression globale d'une grande fragilité, déséquilibre dans cette région. で、もちろん先ほど申し上げたように、この情勢というものはそれぞれの国ごとに違うかもしれません。しかし、やはり全体というものに対しての一つの印象といたしましては、均衡を保つにはあまりにも脆弱な地域であるということであります。Alors pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut d'abord qu'on parle de ce qu'on appelle dans les médias le printemps ou les printemps arabes, parce que c'est en partie dans ces printemps arabes que se trouvent des explications partiellement de ce qui se passe aujourd'hui. ですから、そのあたりをもうちょっと理解というものを深めていくためには、じゃあどのように考えたらいいのか。そう、マスコミで呼ぶところのあのアラブの春、いえいえ、アラブの春といっても単独ではなくて、複数の形でのアラブの春というものがあります。まさにこのようなことがこの地域で起こっているということは、こうしたアラブの春というものの中に、その一部の説明というものを求めることができるわけです。Et maintenant, beaucoup pensent que deux ans après la chute du président tunisien Ben Ali, deux ans après le départ du président égyptien Moubarak et la mort du colonel Kadhafi en Libye, eh bien, il faudrait peut-être plus parler d'automne arabe, c'est un terme polémique, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, et certains commencent même à parler de printemps islamiste. Et そして、たくさんの人々が、そう、あのベンアリ大統領がチュニジアでは政権崩壊で出ていきました。そしてやはりそれが2年経ちました。同じ2年経ったのがあのムバラク、エジプトのファラオともいえる大統領の、が去った。と同時にあのリビアではというとカダフィ大佐が死を迎えたというのも同じ時期でありました。つまりこうなりますと、やはりどっちかというとアラブの秋と
言った方がいいのではないか。いや、これは私が言ってるわけではなくて、まあ、そのことについてはいろいろ論争があるかもしれませんけれども、もしかしたらこのアラブの冬という言葉がいえいえイスラム主義者の春と言った方がいいのかもしれません。Certains disent même qu'on a ouvert une boîte de Pandore et qu'on a libéré ainsi des, entre guillemets, des mauvais génies islamistes, fondamentalistes, qui font un tort terrible à la religion même de l'islam. Alors, je ne me prononce évidemment pas personnellement sur ce point, mais ces interrogations sont légitimes. Et そして、人によっては、パンドラの箱を開けてしまったではないかという人もいます。つまり、いわゆるこのイスラム主義、いえイスラム原理主義という悪しき例というものがそこから出てきてしまったではないかという人、それがこのイスラム地域全体というものに大変悪さをしているではないかという人もいるわけでありますが、私自身はと言いますと、もちろんそのことについて個人的な意見というものは差し控えます。で、しかしながらやはりこうした疑問というものも最もなものがあるのではないかと思われます。 Donc, pour commencer, on va prendre la situation de trois pays qui sont au cœur des printemps arabes, la Tunisie, la Libye et l'Égypte.ではまず、はじめにこのアラブの春の中心でもある3つの国から見ていくことにいたしましょう。そう、チュニジア、リビア、そしてエジプトです。Ces trois pays étaient autrefois gouvernés par des régimes de fer avec la bénédiction tacite de l'Occident et ce sont aujourd'hui trois pays en plein trouble et dirigés par des gouvernements islamistes.そう、これら3つの国というのはかつてはまさに圧政というようなそうした姿勢が引かれておりました。そしてそれに対しまして西側の方は見て見ぬふりをしていたわけであります。そしてまさにこれらの3つの国こそ今やイスラム主義者によって率いられて、そして大きな混乱にあります。C'est aussi le cas de la Syrie, qui est dirigée depuis 40 ans par la famille Assad, d'abord le père, ensuite le fils, et qui est aujourd'hui un foyer de tension extrême avec une véritable guerre civile.そしてそれはシリアの例もそうであります。こちらの国というのはまさに40年間アサドファミリーによって牛耳られてきたという国でありまして、それは父から息子の代へと引き継がれてまいりまして、今やそこがこうした緊張の中心ともなって、そしてまた内戦ともなっているわけであります。Je signale au passage, pour qu'on ne se méprenne pas sur le fait que ma nationalité pourrait éventuellement orienter mes propos. Enfin, sans polémiquer, en 2008, le président syrien Bachar el-Assad avait été l'un des hôtes d'honneur du défilé du 14 juillet à Paris pour la fête nationale française.で、そしてちょっとここで、お話をしていきたいことは、やはり私自身が自分の国籍というものを、ちょっと考えてみた場合に、一つの事実としてそれがいい悪いということではなくて申し上げておきたいこと、それは2008年のことでありました。アサド大統領とシリアの大統領が、フランスのまさにパリ祭の革命記念日の7月14日のパレードでは来賓の一人として招かれていたわけでございます。Alors, en Tunisie, aujourd'hui, vous avez un gouvernement islamiste qui est au pouvoir, et on voit bien, deux ans après la révolution du jasmin qui a chassé le président Ben Ali en janvier 2011, que la construction difficile de la démocratie patine, qu'elle fait du surplace, et pire, peut-être que la tentation d'islamiser la société est toujours présente.ではまずこのチュニジアでありますけれども、こちらの方はイスラム主義のが政権についたわけでありまして、そしてそこで見ていますと、こうしてジャスミン革命から2年経ったこの今、つまりはベンアリ大統領が2011年の1月に追放されて2年経った今に至っても、まだまだこの民主主義と
というものを打ち立てることが立ち行かない、そしてまさに空回りをしているという状態で、そしてそんな中でももっと悪いことに、この社会というものをイスラム化しようとする試みというものは常に未だそこにあるわけであります。Je dirais que heureusement pour elle, la Tunisie, et c'est un héritage du premier président de l'indépendance, Habib Bourguiba, la Tunisie est dotée d'une société civile très agissante et très cultivée. Et ce pays est également doté depuis 1956 d'un code du statut personnel qui est, si vous voulez, un ensemble de lois toujours sans équivalent dans le monde arabe et qui instaure l'égalité entre les hommes et les femmes dans beaucoup de domaines. そしてまた、この国チュニジアのためには、大変、恵まれていることに、それは何かというと、チュニジアが独立をして最初の、大統領の遺産というものが、しっかりと未だそこにあるということであります。大統領の名前をハビブ・ブルギバ大統領と申しますが、その彼の手によりまして、チュニジアの市民社会というものが、それはそれはしっかりとしていて、そして大変教養がある市民社会が出来上がっております。ですからこの国というのは、また1956年以来、この他のアラブ世界には例を見ない形での個人の社会的地位というものを規定した法律、この一連の法律というものを持っております。それは男性と女性の間の平等というものをあらゆるたくさんの分野において規定するものであります。Deux ans après la chute de Ben Ali, la Tunisie n'a pas non plus de constitution. Et dernièrement, des islamistes ont encore manifesté à Tunis pour réclamer justement une constitution islamiste qui prévoirait l'application de la charia, c'est-à-dire la loi islamiste. そしてこのベンアリ大統領が、の政権崩壊して2年経った今におきましても、チュニジアにはいまだにまだ憲法というものがなく、そして最近、イスラム主義者が、また、このチュニスでデモをいたしました。何を求めてかというと、イスラム憲法というものを求めてであります。つまりはこのイスラム法でもあるシャリアというものを適用しようというものであります。Alors, le parti au pouvoir qui s'appelle Ennahda a eu un moment la tentation d'inscrire la charia dans la future constitution, mais semble avoir renoncé sous la pression de la société civile. Mais on voit bien que les islamistes politiques n'ont pas encore dit leur dernier mot.そしてまた、現在の政権を取っている、こちらのエナーダという、チュニジアの政党復古党でありますけれども、まあ、ある一時期、そうしたイスラム法であるシャリアというものを憲法焦点の方に書き込もうという試みをしたことがありますが、まあ、どうやらそれは諦めたようであります。それは市民社会の方からのしっかりとした圧力がかかったせいと聞いております。まあ、しかしながらこのイスラム主義者というのは、まあ、まだまだ諦めていないようではあります。La Libye.Qui est un pays assez grand, puisqu'il fait 1 700 000 km carrés. で、さあ、今度は隣国に移りましょう。リビアであります。チュニジアとちょうど国境というものを分かち合っていて、そしてかなり大きい、それは170万キロ平米という面積を持つ国であります。Alors, la Libye de l'après-Kadhafi n'a elle non plus toujours pas de constitution.Pratiquement pas d'armée, et on voit tous les jours que des milices font plus ou moins leurs lois et que le pays est quasi ingouvernable après un an après la mort de l'ancien dirigeant, et en raison notamment de rivalités tribales qui avaient été muselées justement du temps du colonel Kadhafi.でさあ、こちらのリビアでありますけれども、カダフィというものが亡くなって以来、でもこちらの国におきましてもやはり未だに憲法というものがありません。そして軍隊もなく、毎日のようにそう民兵と
というものが、自分たちの好き放題をしている、そして、ほぼ統治不可能でもあります。そうかつてのあのリーダーというものが、亡くなって1年経つ今もです。で、それは何でかというと、やはり部族間というものの対立というものがあって、それは実はカダフィ大佐の政権の時にはそうしたものが封印されていたのです。 Alors après la chute du régime qui a été provoquée d'abord par un soulèvement populaire et ensuite par une intervention militaire essentiellement menée par la France et la Grande-Bretagne, vous avez beaucoup de mercenaires Touareg nigériens, donc du Niger, et maliens qui combattaient en Libye dans le camp de Kadhafi, qui se sont retrouvés en quelque sorte en chômage technique et du coup sont repartis vers le désert, plus au sud, avec armes et bagages, et surtout beaucoup d'armes. そしてこのカダフィ政権というものが崩壊をして、そしてこちらの方には例えばその際にはフランス並びにイギリスの介入というものがありましたけれども、でもその時にカダフィ政権側についた金で雇われた多くの外人の傭兵、例えばニジェール人であったりとかトゥアレグのニジェールのトゥアレグの出身であったりとかマリの出身者というものが今やリビアで戦っていたものの、そのカダフィ陣営で戦っていたものの、その後はまさに仕事がない状態ということで、それならということで南へと向かって砂漠へと帰っていったわけでありますが、その際に荷物をまとめるがいいが、そこに武器を、それもたくさんの武器を持って帰っていったのです。Donc je disais que depuis la mort, la chute et la mort du colonel Kadhafi en octobre 2011, des quantités énormes d'armes sont passées dans les pays voisins et ont également contribué à déstabiliser un peu plus la région. Alors on en reparlera avec le Mali tout à l'heure, et il faut déjà rappeler que quand il était très puissant, le colonel Kadhafi, qui s'était lui-même proclamé roi des rois d'Afrique pendant un sommet de l'Union africaine, arrosait toute la région avec l'argent du pétrole. Et tout le monde le savait, notamment dans les capitales occidentales. そしてあのカダフィの政権が崩壊して、そして彼が亡くなったのが2011年の10月であります。そしてたくさんの武器というものがこの地方へと拡散していったことによりまして、この地方の不安定化というものがそれまで以上に強くなったわけでありまして、そうしたものの影響を受けたのがマリということで、そのマリについては後ほどお話を申しますが、カダフィ自体は彼が自分自身をまさにアフリカの王の中の王であるということを自称していたくらいでありまして、あの石油で得た金というものをこうした地域、つまりは西アフリカ地域に大いにそれをばらまいていたということであります。Je vais rajouter quelque chose qui n'est pas dans le texte, mais le colonel Kadhafi aussi avait été reçu en grande pompe par la France il y a quelques années et par le président de l'époque, qui n'est pas celui-ci. Et il avait même eu le droit de planter sa tente de bédouin tout près du palais présidentiel de l'Élysée, en plein cœur de Paris.で、そしてここでちょっとお話ししたいのが、このカダフィ大佐についてもそうだったんです。つまり、もうまさにですね、本当にもうフランスには、大変な仰々しく迎えられたという時がありました。ちょうど何年か前で、あの当時のフランス大統領は今の大統領とは違った人の時でありまして、そして、あの時カダフィは、まさにフランスパリの中心街にございます。フランス大統領府エリゼ宮のすぐ近くにベドウィンのテントを張ることすら許してもらったという時代もあったのです。 On va parler maintenant de l'Égypte voisine qui fait elle aussi à peu près 1 million de kilomètres carrés et avec 80 millions d'habitants, ce qui en fait le pays le plus peuplé du monde arabe.
さあでは今度は隣国へと参りましょう。エジプトです。こちらの方は約100万平キロ平米という面積を持ち、そして人口はというと8000万人を超える、つまりはこのアラブ世界では一番人口の多い国となります。 C'est un grand pays et c'est un grand allié des États-Unis d'Amérique dans une région, comme on le disait dès le départ, qui est très instable. Et aujourd'hui, l'Égypte est aux mains d'un gouvernement islamiste et d'un islamiste qui est le président Mohamed Morsi, qui lui-même est issu de la confrérie des frères musulmans. で、そして、こちらのまさに、ビッグなアメリカの同盟国であります。この不安定な地域におけるアメリカの同盟国、今やそれがイスラム主義者の手の内にあるわけでありまして、大統領モハメド・モルシ大統領というのはその出身がムスリム同胞団という信教団体であります。 Avec beaucoup de difficultés, l'Égypte, le président, a réussi à faire passer une constitution.J'insiste beaucoup sur les constitutions parce que vous ne pouvez pas créer une société stable sans un texte fondamental. Donc il a fait passer une constitution qui, selon l'opposition, au moment où on parle, ouvre la voie, selon l'opposition, à l'islamisation de la société.そしてこのモルシ大統領でありますが、まあ、数々の困難というものがあったものの、結局彼はこの憲法というものを採択させることができました。憲法の話がさっきから随分出るなと思いかもしれませんけれども、やはり安定した社会というものをしっかり作り上げるためには、そこに基本となるそうした憲法という文書というものの存在が必要になるからであります。しかしながら、こうした憲法というのは、野党に言わせれば、社会のイスラム化に道を開くことになったというものであります。Actuellement, vous avez toujours des manifestations de rue et à la fin de l'année dernière, donc en 2012, quelques semaines avant le référendum sur cette constitution, Morsi, le président, avait aussi tenté de s'arroger pratiquement des pleins pouvoirs par décret, mais il a dû faire machine arrière, encore une fois, à cause de la pression d'une société civile qui n'est pas prête à basculer d'un système autoritaire qui était celui de Moubarak à un autre système qu'il considère aussi comme, disons, trop dirigiste. もう一つ、この2012年、ちょうど昨年の年末でありますけれども、まあ、今もなお続くデモというものがこのエジプトでもありました。こちらの方はやはり憲法の国民投票の前でいろいろなデモがあったわけでありますけれども、この時にちょうどモルシ大統領というのはそこでデクレ、政令というものを使って何とか自分自身に全権というものが掌握できるような形にしようと試みましたが、しかしながらここでも彼は引き下がらずを得ませんでした。これもなぜかと言いますと、やはり市民社会の方からの圧力がかかった。つまり市民社会にしてみれば、まさに以前の権威主義的な政権からこれまたもうかなりこの一方的な政権に移行するというものに、その体制移行といってもそちらの方がまだ受け入れられるようなそんな準備が市民社会としてできていなかったからであります。 Alors, je vais vous parler un peu de l'Algérie, dont on a tristement beaucoup parlé récemment au Japon. C'est le pays le plus étendu de la région, du Maghreb, avec 2 millions, près de 2 millions 400 000 km² et qui a des frontières avec le Maroc, avec la Mauritanie, avec le Sahara occidental, avec la Tunisie, avec la Libye, le Mali et le Niger. Donc il est au... L'Égypte, si vous regardez la carte, l'Algérie, est vraiment au cœur de la région dont on parle maintenant.そして、今度は少しアルジェリアについてもお話をしたいと思います。
日本においてかなりのアルジェリアについての話が最近悲しいことに多かったわけでありますが、このアルジェリアという国はマグレブ地域におきまして一番広い面積、つまりは240万キロ平米という面積を持っておりまして、そして国境というものをモロッコとモーリタニアとそして西サハラとそしてチュニジア、リビア、マリ、ニジェールと分かち合っているということで、まさにお話ししている地域の中心にある国でございます。La première chose qu'il faut souligner quand on parle de l'Algérie, c'est qu'il faut se rappeler que ce pays sait douloureusement ce que c'est que la guerre.まずこのアルジェリアについてお話をするときに何と言っても最初に申し上げなくてはいけないこと、それはというとこの国というものは大変悲惨な辛い戦争というものを経験してきた国であることです。 Il y a d'abord eu une terrible guerre coloniale d'indépendance de 7 ans contre la France jusqu'à l'indépendance en 62.まずはアルジェリア戦争と呼ばれる植民地戦争というものを7年間フランスと大変な形で戦って、そして1962年に独立をいたしました。Et puis ensuite, il y a eu une épouvantable guerre civile pendant 10 ans dans les années 90 avec environ 200 000 morts.そしてその後1990年代には10年間にもわたる内戦という、それは大変な戦争をしてきたわけでありまして、その結果の死者の数が20万人にも及んだわけです。 Et pour comprendre un peu mieux le présent, il ne faut pas oublier non plus ce qui a déclenché cette guerre civile. C'était en 1992 lorsque le pouvoir en placea annulé le second tour d'élections législatives en 90, pardon, alors que tout indiquait que les partis islamistes allaient les remporter. では一体何がこの内戦の原因になったのかというものを、今の状態というものを理解する意味でも遡ってみますと、それは1992年に、その前の1990年に行われていた総選挙の結果の第2回投票の結果というものを当局というものが無効にしたことが原因になっています。つまりその総選挙の結果というのはイスラム主義政党というものが勝っているという、そういった結果が出ていた選挙でありました。 Ce qui vient de se passer sur le site gazier d'In Amenas en plein désert à la frontière avec la Libye, qui a été mené par un groupe radical commandé par des Algériens, a d'ailleurs ravivé les craintes de péril islamiste et des violences en Algérie.そして先日起こりましたイナメナスのガス、天然ガス関連施設において、それも砂漠の真っ只中で起こって、そしてちょうどリビアとの国境近くにあるあの場所で起こったこと、つまりはアルジェリア人によって指揮を取られた過激派の集団というものが行ったあの行為というものは、アルジェリアの人々にしてみれば、ああまさかこのようにイスラム主義者、そしてまたあの暴力沙汰のあの恐怖というものをよみがえらせたものでありました。D'ailleurs, le deux jours après la fin de la prise d'otage, de la tragique prise d'otage, le premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a dit, je le cite, le terrorisme ne passera pas.そしてちょうどこの人質事件が終焉して2日後にアルジェリアのセラル首相のコメントの中にあったこと、それは何かというと、断固とした態度でテロというものは許さないという彼自身の言葉でした。Alors contrairement à ses voisins, la Tunisie, la Libye et un peu plus loin évidemment l'Égypte plus à l'est, le pouvoir en Algérie n'a pas été emporté par les printemps arabes, par les soulèvements populaires, parce que depuis l'indépendance, l'armée demeure
le centre du pouvoir et a donc la capacité de verrouiller une situation et de pouvoir contrer toute velléité de manifestation contre le régime. でこちらのアルジェリアという国は隣国のチュニジアとリビアとかエジプトとは違って、そしてアラブの春という動きがあった中においても、また人民蜂起というものがあっても、決して政権というものは揺るぎませんでした。それは何かと言いますと、やはりアルジェリアのこの政権の中心にあるのが軍隊ということで、こちらの方はあらゆる状況のいろんなものを阻止する目をつむという力を持っている。そして反体制デモのちょっとした気配でもあれば、それをもう目から根絶するという、そういった力を持っているからです。Alors il y a eu effectivement des manifestations dans la foulée de la Tunisie et de l'Égypte, mais il ne faut pas oublier que l'Algérie est extrêmement riche grâce à son pétrole et à son gaz, et que dès les premières manifestations, le pouvoir a lâché du lest en prenant des mesures sociales, en augmentant les salaires.でそしてチュニジアとかエジプトでそうしたデモがあったときに、それに乗じてアルジェリアでもデモというものが同じように起こりました。でもアルジェリアという国は大変な金持ちです。そして油、石油が、そして天然ガスで得た金がある。そんなわけで、そうしたデモが最初に起こったとき、じゃあ権力側は何をしたかというと、それならということで、この相手に譲歩した、給料を上げてやるからデモはやめろという、そういった取引をしたのです。Alors, je dois vous parler encore de quatre derniers pays.Parce que c'est toujours la même région et je ne peux pas les passer sous silence. Vous avez d'abord la Mauritanie, pardon, à l'ouest. ではやはり同じ地域ということで、あと4つの国についてもお話をしたいと思います。やはりこの国についてお話をしないわけにはいかないからです。まずはモーリタニア。Alors c'est un très grand pays d'un million de kilomètres carrés et c'est le trait d'union, si vous regardez la carte, entrele Maghreb, les pays du Maghreb, du nord de l'Afrique, et l'Afrique noire. Ce pays est relativement instable depuis un coup d'État en 2008, un coup d'État militaire, et son président actuel a même été blessé par balle en octobre dernier.でこちらの国というのは大変大きな国でもあります。約100万キロ平米という面積を持ち、そして地図をご覧になりますとお分かりになるように、まさに北アフリカでありますマグレブ地域と、それからブラックアフリカのつなぎ目に位置する国でもあります。こちらの国というのはやはりこの軍事クーデターというものが2008年に起こって以来、相対的に不安定な国でもあり、またこちらの大統領はといいますと、昨年の10月に銃弾を受けて負傷をしております。 Dans le contexte actuel de crise dans toute cette partie du monde, la Mauritanie présente aussi une particularité. Les groupes islamistes armés qui opèrent dans le Sahel privilégient les sites internet d'information mauritaniens pour diffuser leurs messages.でこちらのこのモーリタニアでありますけれども、こちらは一種の特殊性というものを持っています。それは何かと言いますと、イスラム武装集団というものがこのサヘル地域で活動をする際に、どこを優先的に選んで声明を出すかと言いますと、実はこのモーリタニアのインターネット上の情報サイトに情報を出しています。Ça a été le cas par exemple dernièrement avec la diffusion d'une vidéo de Mokhtar Belmokhtar, celui qui a revendiqué la prise d'otages massive en Algérie, ou encore le mouvement islamiste Ansar Dine dont on parlera un peu plus tard à propos de l'intervention française au Mali.でまさに、それが言えるのが、ごく最近に例の、アルジェリアでの大量人質事件の犯行声明を、ムッタール・ベル・モクタールが、のビデオをこちらの
モーリタニアの方で流したということでも言えますし、またあのアンサルディンというマリにおけるフランスの軍事介入についてのイスラム過激化のグループが声明を出したのも同じモーリタニアのこちらのルートを通じてでありました。 Quant au Maroc voisinC'est un peu moins de 500 000 km carrés et ce pays fait presque exception, je dirais, dans cette région, tant il semble échapper aux convulsions actuelles.でさあその隣国に行っていきましょう。モロッコであります。こちらの方は約50万キロ平米という国でありまして、そしてこちらの方はこの地域における、まあ、一つの例外例とも言えるでありましょう。こうした現在のいろいろな激動混乱というものから免れているからであります。 Alors, il est dirigé lui aussi, par des islamistes depuis novembre 2011.C'est un parti qui s'appelle le Parti Justice et Développement et c'est une première historique depuis l'indépendance en 1956. でもこの国でもやはりイスラム主義者によって2011年の11月から率いられておりまして、その政党の名前が正義と開発発展の党というものであります。しかし1956年にモロッコが独立して以来、歴史上初めてイスラム主義者の統治となりました。Depuis l'indépendance de la France, faut le dire. そう、モロッコは1956年にフランスから独立をしているんです。Alors, ce qui est peut-être un élément protecteur, c'est que le Maroc est aussi une monarchie constitutionnelle avec un souverain qui s'appelle Mohamed VI, comme tout le monde sait, qui dirige le pays de la.Depuis la mort de son père, Hassan II, en 1999. ではこの国というものがなぜそうしたものから守られているのかという一つの理由といたしましては、この国が立憲君主制であって、誰もが知るあのモハメッド6世がこの王位についているということで、1999年その父ハッサン2世が亡くなって以来彼がの王政であります。Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que le Maroc ne connaisse pas de problèmes islamistes. Non, il y a eu des attentats sur le sol marocain, notamment à Casablanca, il y a quelques années, en 2007, qui ont fait 45 morts. Mais l'armée et les services de renseignement sont toujours en alerte sur cette menace. Et régulièrement, on annonce le démantèlement de cellules qui, selon les autorités, préparent des attentats.まあ、だからといってモロッコというものがこうしたイスラム主義者の問題というものがなかったのかといったらそうではありません。まさにテロというものがこのモロッコその国内におきましても2003年、そして45人の死者を出したテロが2003年にも2007年にも起こっているわけでありまして、それに対しましてやはり情報機関とそれからモロッコの軍隊の方は常に警戒をしているわけであります。そうした経緯に警戒をしていて、そして大変定期的にまあ、世の中に対しまして、これこれ、あそこの、こうした、テロ行為を準備しているような、いわゆる、イスラム組織を解体したというような、表明が出ます。Voilà, et puis un peu plus au sud, vous avez les deux pays dont on parle beaucoup et surtout un actuellement qui est le Mali et le Niger.そしてその南にあるのが2つの国でして、今大変な話題になっている国でありまして、それがマリとニジェールであります。Alors, ces deux pays que je connais bien sont tous les deux très pauvres, immenses, désertiques. Ils sont tous les deux très majoritairement musulmans. Ils sont tous les deux depuis des décennies avec un vrai problème de rébellion de Touareg, une ethnie arabes, et tous les deux ont connu beaucoup de coups d'État militaires depuis l'indépendance en 1960.そしてこの両国とも実は私自身よく知っている国でもあります。それはそれは貧しく膨大で、そして砂漠の国でありまして、この両国ともほとんどがみんなイスラム教徒でもあります。
この両国とももう何十年もの間、このような、例えばトゥアレグというアラブ民族でありますが、そうしたものの、反逆などといった、本当に大変な問題を抱えている、わけであります。そしてまたこの両国とも数々の軍事クーデターというものを経験してきている。それは1960年に独立以来軍事クーデターの数々を経験している国でもあります。Alors, ce n'est même pas un jugement personnel, c'est un fait absolument avéré, c'est que ces États sont absolument quasi incapables de contrôler leurs immenses frontières qui sont de véritables passoires.そしてまたこの両国ともまさに自国の国境管理すらほとんどできないという状態でありまして、じゃあ国境はというとまるでザルです。Bon, quand il s'agit de trafic de cigarettes, on pourrait penser que, même de drogue, on pourrait penser que ce n'est pas si grave que ça, encore que. Mais quand une internationale terroriste comme ACMI, qui veut dire Al-Qaïda au Maghreb islamique,et des mouvements islamistes affiliés qui menacent de déstabiliser toute une région et se taillent un territoire, alors là, oui, il y a de quoi s'inquiéter.そう、でも例えばそれが、タバコの密売かとか、それからいや、それでも麻薬の密売まではというぐらいだったら、まだそんなに深刻ではないと言えるかもしれません。しかし、国際的なテロリスト、そう、あの悪味イスラムマグレブ諸国のアルカイダや、それからまたそれに関連した協力しているようなイスラム主義者の団体というものが、こうした地域の安定というものを揺るがすような形で、そして自分たちの縄張りというものを好き勝手に広げていくような、そんな状態はやはり不安材料となります。J'ai planté le décor, c'était un peu long, vous me pardonnerez pour ça, mais je pense que c'était nécessaire. Et encore une fois, si vous regardez cette carte, tous ces pays ont en commun plusieurs choses. Ils sont tous très majoritairement musulmans, beaucoup sont des pays désertiques, beaucoup ont des frontières, comme je le disais, poreuses avec les voisins, et la majorité est relativement pauvre.でさあ、これでバックブグラウンドというものを、少しご紹介することができたと思います。申し訳ありません、長々とお話ししてしまいました。でもやはりそこをまずは分かることが必要だと思ったからです。そしてまた皆様が地図をご覧になるとお分かりになるように、こうした国々の多くというものは本当にたくさんの共通点を抱えています。それは何かというと、ほとんどがみんなイスラム教徒であるということ、そして、たくさんのほとんどがそうした国々が砂漠というものに覆われているということ、そしてこの国々の国境というものがほとんど穴あき状態であるということ、つまり隣国と簡単に行き来ができる、そしてほとんどの国が貧しい国ばかりであるということであります。 Alors, pour continuer, il faut bien voir queQuand on parle d'islamisme, il est évident que, de la même façon qu'on parle du christianisme, le terme au départ religieux s'applique à la religion musulmane, mais aujourd'hui, il y a eu un détournement, presque une assimilation de vocabulaire qui fait que l'islamisme est souvent assimilé à terrorisme, à fondamentalisme.そしてまたここでですね、ちょっとお話をしたいこと、つまりこのイスラム主義という言葉の定義であります。つまりイスラムというのは、あのキリスト教と同じように、もともとは宗教としてのイスラム教であって、そしてそれがイスラム主義というものであったわけですが、それが今やこうしたものがもっと政治的な要因を持つようになり、それがイスラム原理主義であったりとか、イスラム過激派という形に理解されるようになっています。 Et j'ajouterais d'ailleurs que cette instrumentalisation politiqueParfois violente, je considère personnellement que ça fait un tort énorme à la religion musulmane.でも私に言わせますと、やはりですね、このような形で宗教というものを政治的に使う、それもやはり暴力の形で使うと
というものはイスラム教そのものというものに対しまして大変侵害している行為であると思われるわけです。Deux ans après le début des printemps arabes, donc en Tunisie, en janvier 2011, la mouvance islamiste armée n'a jamais été aussi présente et dangereuse qu'aujourd'hui et représente une véritable menace de déstabilisation de toute l'Afrique du Nord et de l'Ouest. あのアラブの春というものが、始まって、2年経った今、つまりは、チュニジアでは2011年の1月に、アラブの春が始まりました。今やイスラム武装勢力の勢力圏、というものが、それはそれは広がり、そしてそれは危険なものになっていったわけであります。そして一つのこの不安定、他の脅威という形で、全ての北アフリカそして西アフリカを今までにない形で、覆い尽くすようになりました。Et vous voyez, comme nous, que ces mouvements deviennent transnationaux et le commando, vous l'avez certainement lu comme moi, le commando d'In Amenas en Algérie était très parlant puisqu'il y avait trois Algériens et six nationalités différentes. Il y avait des binationaux canadiens, des égyptiens, des maliens, des nigériens, un mauritanien et 11 tunisiens. で、こうした、イスラムの、武装組織というものは、今や国を超える形で活動をするようになり、また、あの、イナメナスの事件の実行部隊というものが、どのような国籍で構成されていたというかということで、それを大いに物語っています。つまり、あの実行部隊は、3人のアルジェリア人と、それから、カナダ人、こちらのカナダ人といいましても、アラブ出身で、そして二重国籍を持っているカナダ人、そして、それ以外には、つまりは全体でアルジェリア以外は6つの国籍の人々であった。エジプト人、マリー人、ニジェール人、そして、モーリタニアが1人、そしてあとはチュニジア人でした。Alors, ces mouvements, ils sont en train...Ils veulent surtout se tailler un territoire qui soit à cheval, c'est-à-dire qu'ils se fichent pas mal des frontières et en quelque sorte ils veulent installer un califat islamique, ce qui fait craindre à beaucoup une sorte d'Afghanistan style taliban au cœur de l'Afrique.でこうしたイスラム勢力はというとどん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 と国境というものを股にかけた形で自分たちの縄張りというものを広げようとしているわけでありましてそしてそこに一種自分たちのイスラムのカリフの領地というものを獲得しようとしているわけであります。それが多くの人々の懸念材料となっているわけでありましてまさにアフリカの真っただ中にあのタリバン方式のそうアフガニスタン方式のものができてしまうというそうした懸念があります。 Je vais juste vous lire un petit commentaire que j'ai trouvé très intéressant récemment dans The Economist qui explique un petit peu d'ailleurs pourquoi la France, en l'occurrence, est intervenue au Mali. Et l'économiste dit dans son dernier numéro, « What happens in the Sahara is the world's business. It's better to keep to the north African jihadists stuck in the desert. » Et ensuite, il explique que, « In the long run, the Sahara will become stable only when it becomes more prosperous. » Much of the rest of Africa is starting to enjoy that prospect. And most of Africa's large and growing number of Muslims are hostile and against this Islamic war. Western governments would be making a grave mistake if they invoke the difficulties of intervention as an excuse for abandoning them.ちょうどそのことで、ごく最近、つまりはジ・エコノミストという、あちらの最新号の方に出ている、フランスの、マリへの軍事介入に関してのコメントがあるので、そこを、簡単に読ませていただきたいと思います。いろんな意味で、サハラで起きていることは世界中に影響がある、北アフリカのジハード派には砂漠にとどまっていてくれた方が良い、結局長い目で見れば、サハラが安定するのは今より繁栄するようになってやっと
のことであろう。アフリカの他の多くの地域ではこの繁栄というものをもうすでに享受をし始めている。アフリカのほとんど多くの、そして増え続けるイスラム教徒はジハードそのものには反対をしている。西側政府は介入は困難だからということで、今彼らを見放してしまっている言い訳にするのは大きな過ちを犯すことになってしまうであろう。Pour revenir à cette notion de, d'Afghanistan, ou comme dirait des économistes, je vais citer d'Afrikanistan, il faut bien voir, faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Afghanistan avec justement les talibans. À Tombouctou, qui est la grande ville des 333 saints au nord du Mali, les mausolées ont été détruits, il y a eu des amputations, il y a eu des lapidations. Et ça fait furieusement penser, et ça, c'est très inquiétant, à ce régime taliban et ses atrocités. Et quand on a détruit des mausolées à Tombouctou, on se rappelle aussi qu'en Afghanistan, les talibans fondamentalistes ont aussi détruit les statues géantes du Bouddha à Bamiyan. Les 333 saints. Ah, 333 saints. Voilà, ce sont des saints vénérés de l'islam. で、そしてまた、今このようにエコノミストの中にもあったように、アフガン、そしてアフリカ、つまりはアフリガニスタンという、言葉でも言える、まあ現象というものがアフリカで起こっているということで、そこで思い起こされるのはマリにトンブクトという、イスラム教での333人の、聖人を祀った霊廟というものがあります。こちらの方がまさにもう切り取られとか、それから投石という形で破壊をされているわけでありまして、それを見ますと、まさに私どもにとりましても、タリバンの残虐行為というものを、まあ、思い出すわけであります。タリバンはアフガニスタンで何をしたかというと、バーミヤンの巨大な仏像というものを破壊した、それを思い起こしてしまいます。Alors, jusqu'il y a peu, on avait encore l'habitude de considérer ou de qualifier l'islam africain de pacifiste, peut-être parce que cet islam, à l'image de la région, est pauvre et avec un fond d'animisme, c'est-à-dire de croyances locales, et cet islam africain n'avait aucune idée d'expansionnisme.人々はアフリカのイスラム教というのはいや平和主義者だなというふうに思っていたわけです。まあ、やはりこうした地域というものが貧しいということもあったでしょうと同時に、彼らのこのイスラム教というもののその底にはいわゆる土着の一つの信仰でもあるアニミズムというものから来ているものもあるでしょう。だからこそこのアフリカのイスラムというのは海外拡張主義というものは持っていないと思っていたわけです。Mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que certains redoutent la montée de l'islamisme noir, purement noir, africain. C'est le cas dans le nord du Nigeria, si vous descendez la carte, où officiellement 12 États de cette fédération appliquent la charia, la loi islamique. でまあ、しかしながら今日そうしたイスラム主義というものがまさにこのブラックアフリカそのもので台頭していくという懸念があります。地図をちょっと下の方までご覧いただきますと、ちょうどナイジェリアの北というところ、こちらの方は公式にはこのナイジェリアは連邦国でありますので、12の州というものがこのシャリアイスラム法というものを使っているわけであります。Et c'est dans cette partie du Nigeria que vous avez un mouvement islamiste armé très violent qui s'appelle Boko Haram, qui veut dire l'éducation occidentale est un péché, ce qui est un vrai programme. Et ce mouvement multiplie les attaques, les attentats, notamment contre des chrétiens.でそしてこちらのちょうど、ナイジェリアの北部分でありますが、ボコハラムというイスラム、武装集団というものが、どんどんとテロ行為というものを起こしております。彼らはやはり西洋式の、教育というものは罪であると
ということを言って、そして特にキリスト教徒に対してテロ行為を起こしています。Pour vous donner une idée, il y a encore quelques jours, mais on n'en parle pas beaucoup dans la presse internationale, il y a quelques jours, 5 personnes ont été décapitées dans le nord-est du Nigeria. あまりマスコミには出ていないかもしれませんが、ほんの数日前でありますけれども、このナイジェリアの北東部におきまして、5人の人間が首を切られて殺されています。Par des fondamentalistes, bien sûr. もちろん原理主義者によってです。Et aujourd'hui, vous avez aussi des groupes nigériens, donc du Nigeria, qui sont donc africains, qui menacent ouvertement la France de représailles pour son intervention au Mali. で、まさにこうしたナイジェリアの集団というものがフランスを今や脅しております。つまりマリに対するフランスの介入に対する報復としてテロを起こすと言っているわけであります。Alors vous avez toute une panoplie, une palette de mouvements d'ouest en est du Sahel, de mouvements islamistes, fondamentalistes, quel que soit le qualificatif. Vous avez les Chebab en Somalie, vous avez ACMI, qui est une ancienne filiale de Al-Qaïda de Ben Laden, mais aujourd'hui ACMI est même plus fort que l'ancienne maison mère. Vous avez Boko Haram au Niger, vous avez en Sardine un autre mouvement islamiste, vous avez encore un autre mouvement islamiste, et tous ces pays, tous ces mouvements quadrillent désormais l'Afrique, chacun dans sa zone d'influence, et c'est devenu à tel point que l'islam radical est devenu une préoccupation et une composante incontournable de la géopolitique de cette région. でそして今やそういう形でこの地域というものに根を張る、そして活動を広げるイスラム、そして原理主義の武装集団がいるわけでありまして、それぞれの主張というものに違いがはあれ、例えばこのアルシャバーブ、ソマリアのシャバーブであったりとか、またアクミの方は、こちらは、元ビンラディンのアルカイダの最初は一つの支部であったものが、今や母屋よりも大きくなったという集団であります。それからボコハラムとか、それからアンサルディン、そしてなおも例えばムジャオと呼ばれる西アフリカジハード統一運動というものもあります。そうした集団というものがこちらのアフリカのこの地域というものにまんべんなく広がっていて、それぞれの勢力圏というものを持っているわけでありまして、そんなわけでまさにこうしたイスラム過激化というのは、このアフリカ大陸の地政学という上のもう避けて通ることのできない大きな懸念と化しております。 Alors maintenant il faut se demander quelle réponse ou quelle riposte les pays africains peuvent apporter. Ce qui est certain, c'est que beaucoup des pays dont on vient de parler, je ne dis pas tous, mais beaucoup sont relativement faibles et impuissants. Et puis il faut admettre que beaucoup des régions qui sont aujourd'hui concernées par cette montée des groupes islamistes ont été en quelque sorte abandonnées et laissées sans développement par leurs capitales respectives, souvent très lointaines. で、そして、何がはっきりしているかというと、いや、全部のこの地域の全部の国ではないかもしれませんけれども、でも相対的にこれらの国というものは、大変弱く無力でもあります。それに加えまして、やはりしっかりと分かってかからなくてはいけないのは、こうしたイスラム集団の台頭に対しまして、これらの地域というのはやはりそれぞれの国の首都からあまりにも遠く離れている地区であるということから、開発発展からは遅れを取っている、そして打ち捨てられているような、そんな地域であることです。Si on prend le cas du Mali, c'est exemplaire. C'est un pays pauvre, il n'y a pas d'État structuré, pas d'armée efficace, on le voit bien, mais on pourrait également parler du Niger voisin, et même, déjà j'en ai parlé, du puissant et très riche Nigeria au sud. で、まさに、それが、マリということで大変いい例でもあります。
貧しく、そして国としての形態がしっかりできていない、そして力ある軍隊もいない。でも隣のニジェールもそうです。でそしてこのその横にあるナイジェリアですら、こちらはもうしっかりとした力もあれば、そして金もある国でもですらそうなのであります。Ainsi, vous prenez le Nigeria, qui est un pays absolument extraordinairement riche, qui est le premier producteur africain de pétrole, qui est le plus peuplé du continent avec au moins 160 millions d'habitants, et qui est divisé à peu près à égalité 50-50 entre chrétiens et musulmans. で、そしてじゃあこのナイジェリアという国でありますけれども、実は大金持ちの国であります。アフリカ一の石油の生産国でもあり、またこのアフリカ大陸一の人口、つまりは1億6000万人は少なくともいるであろうという人口を要している国であり、その国というのはキリスト教徒並びにイスラム教徒が半々という形で真っ二つです。Eh bien, vous voyez dans toute la partie nord, donc je citais ce mouvement islamiste Boko Haram, mais il faut aussi, par exemple, rappeler un fait qu'il y a 4 ans, c'est un jeune Nigérian de 25 ans qui a essayé de faire sauter un avion qui était en route pour les États-Unis. L'attentat avait raté fort heureusement. Et quand il a été condamné à la perpétuité en février 2012 aux États-Unis, sa seule réponse a été au tribunal, et je le cite, Je suis fier de tuer au nom de Dieu. で、そしてこちらのこのナイジェリアの北にはボコハラムが活動をしているというお話をいたしました。そしてまさにこのナイジェリアでありますけれども、今から4年前の2009年のクリスマスの時に、ナイジェリアの若い25歳の男性というものがアメリカ行きの飛行機に爆弾を仕掛けて爆破しようとしたわけです。幸いにこのテロは失敗をいたしましたが、その彼が2012年2月アメリカの裁判所で終身刑を受けた時に一言言った言葉、それは神の名の下で殺人をするのは誇りであるという言葉でありました。 Tout ça pour dire que l'Afrique et l'Occident aussi est confronté au défi de l'irrationnel, du culte du martyr et de la part de ces groupes qui tuent et n'ont apparemment pas peur d'être tués, et que cet irrationnel se structure sous nos yeux actuellement et ne s'arrête à aucune frontière. で、そしてつまりはこのアフリカであろうと西側世界であろうと、今大変な試練の時にある。つまりは理屈では説明のできないものに対処していかなくてはいけない。相手は殉教というものを崇拝している。そしてこのグループ集団というものは人を殺す、でも自分たちが殺されるということも厭わない、そんな集団であるということ。つまりは理屈では、理性では説明のつかないような、そういったことが目の前で起こっている。そしてそれが国境というものを無視した形で起こっている現在であります。 Alors il est donc difficile d'apporter une réponse nationale car on est en faceD'une internationale islamiste, entre guillemets, et ce combat nécessite une coopération internationale, africaine d'abord, car tous les pays de la région dont nous parlons sont conscients que personne n'est à l'abri aujourd'hui.そうとなりますと、一国だけでそれに対応していくということは無理があるわけでして、その相手は何といっても、いわゆる国際的なイスラム主義者ということになります。ではこうした戦いというものは国際的な協力が必要になる。まずはアフリカでの協力が必要になる。で、この地域のすべての国にしてみても、やはり、もう誰一人として安心してはいられないということがしっかりと分かっているわけです。Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, s'est carrément émancipé de Al-Qaïda, la nébuleuse, qui a été décapitée après la mort de Ben Laden, et que donc ACMI est bien plus dangereuse. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle la France a décidé d'intervenir au Mali le 11 janvier dernier, bien plus tôt que prévu.で、そして、そんな中におきまして、例えば、この ACMI という、この集団というものがマグレブ地方の、
テロ、イスラム過激派が、あるわけで、で、そうしたものがどんどんと、力をつけていく中におきまして、それはもともとの、アルカイダの、いわゆる、頭領である、ベンラディンが、2011年の5月に、亡くなって以来アフガンという聖域を追われて、そして、自分たちの今度は新しい世界を広げているわけであります。それが大変危険になってきたということで、ではということで予定よりも早くフランスは、この1月11日にマリへと介入をすることを決定したわけであります。Si ces islamistes avaient atteint Bamako, la capitale du Mali, ils seraient aujourd'hui certainement beaucoup plus forts et auraient menacé directement toute la région. J'ajoute d'ailleurs que entre le Mali et l'Algérie, cette frontière est absolument poreuse, hein, on la voit sur la carte, et que le sud algérien et le nord du Mali, il y a des va-et-vient sans cesse de mi-trafiquants, mi-islamistes. で、ですから、つまりはこうした、イスラム、過激派というものがマリの首都バマコまで、やってきてしまいますと、やはりこの地域における危険というものが、増大するという懸念の中からこの介入が行われたわけであります。地図をご覧になりますと、まさにこのマリの北並びにアルジェリアの南、というものは本当に国境というものがザル状態でありまして、そこを好き勝手に、イスラム原理主義者並びに、密売人、いわゆる、密売組織というものが、往来をしているわけです。Alors, on peut se demander, pourquoi aller, combattre dans le désert des mouvements islamistes. La décision d'y aller, comme on dit, n'était, pas facile pour la France, car, c'est parfaitement objectif ce que je dis. La France, c'est l'ancienne puissance coloniale. Et même si c'est une ancienne colonie qui demande à la France d'intervenir, en l'occurrence le Mali, la France encourt toujours le risque d'un procès en néocolonialisme, ce que certains dénoncent en France sous le nom de France-Afrique. ですから、こうしたイスラム主義者の動きというものが砂漠で起こっている、そうした中において、じゃあなぜフランスというものがそこに出ていくという大変楽ではない決定をしたかというと、私自身もやはりそのあたりを客観的に見てみますと、いや、フランスにとっては大変難しいものがあったわけです。なんといってもフランスはかつての宗主国であったということ、となりますと、やはりここで、このフランスが出ていく、いくら、その植民地側である今回のマリの方からの、要請があったとはいうものの、そのかつての植民地の方へと出ていくということは、フランスにしてみれば、世論の非難、そしりというものを、新植民地主義ではないかというそしりを受ける、まあ、危険もある。そしてまたその新植民地主義というものをまた違う言葉でフランスアフリックという言葉があるわけですが、そういったそしりを受けるかもしれないという中で決定をしています。 Alors, la France court aussi peut-être le risque de s'enliser selon certains dans un bourbier style Afghanistan, en tout cas dans une guerre asymétrique avec des ennemis insaisissables, et donc une guerre qui pourrait durer longtemps. De, France, にしてみれば、もしかしたらもう何人かのアナリストに言わせれば、まさにあのアフガニスタンのような、そう、泥沼で動きが取れない状態になるような、そんな危険があるのではないか、そういった危険すら犯しているのではないかと言われているわけであります。なんて言ったって相手、というのものが、掌握できないような、そんな相手を、相手に、そしてまたもう相手にならない戦いというものをしていかなくてはいけないわけでありまして、そうなると下手をすると長期化するのではないかという分析もあるわけです。Encore que ce matin, le ministre des Affaires étrangères français a annoncé que les forces françaises commenceraient à se retirer à la fin du mois de mars. でも、今朝でありますけれども、フランスの外務大臣の方の、見解と、表明といたしまして、出たことといたしましては、フランスの軍隊はもう3月から撤退を始めるという表明が出ました。
Alors il y a un autre risque également, c'est que l'intervention française fait courir. La France a toujours 8 compatriotes qui sont otages dans la région, et que donc leur vie peut être éventuellement mise en danger par l'intervention française. そしてまたもう一つフランスにとっては危険リスクがあったわけであります。つまりフランスが介入することによりまして、この地域ですでにフランス人の人質8名が捕らえられたままでいます。その人質のにも危険が及ぶのではないかという危険があったわけです。 Alors on entend également aussi que la France est seule sur le terrain, car à ce jour aucune autre puissance occidentale ne souhaite avoir des troupes au sol.Même si le soutien international est unanime. で、そしてまたもう一つ、フランスというのは西側大国の中では、他の国というものが実際にこちらの地上に軍隊を送ってこないではないかということもあります。しかしながら、こうした国際社会というものは全員一致でいわゆる兵站というつまりは物資後方支援はしっかりとするという約束をしています。Il faut rappeler aussi qu'il y a quand même une résolution du Conseil de sécurité qui donne mandat pour intervenir. でもここでしっかりと申し上げたいことは、やはり国連安保理の決議といたしまして、こちらに介入をすることにいたしましては、しっかりとした形でのマンデートを得ているということは申し上げておきましょう。Alors savoir si la France est seule et s'il faut aller tout seul combattre un péril islamiste, je ne suis pas entièrement certain. D'abord, il y a des milliers de soldats africains qui vont se joindre aux forces maliennes et françaises, bien sûr des soldats africains à former. Et puis nous n'en sommes qu'au début de cette opération qui a été lancée donc le 11 janvier, c'est moins d'un mois.で、そしてまた、フランスというのは、こうしたイスラム主義者を前に、この一人で戦っているのではないかと言われるわけですが、いえ、きちんとマリの軍隊も一緒でありますし、それがまたアフリカの訓練をされた他の軍隊というものもそこに合流していくわけであります。まあ、いずれにしましてもこの作戦が1月11日に開始して以来まだ一月も経っていないということで、まだ始まったばかりです。 Il faut dire que même les Américains qui ne sont pas toujours qui sont un peu parfois avares de compliments à l'égard de la France ont reconnu par monsieur Léon Panetta le secrétaire à la défense sortant que l'opération était un brillant succès. Donc...まあ、アメリカの人々はなかなかフランス人のことをやっていることを褒めることはないわけですけれども、そんなアメリカですらあのパネッタ長官がですね、今回の作戦は成功であるという言葉を発しています。 Donc, pour conclure, quand on est pionnier, il est évident qu'on est tout seul. L'Angleterre de Churchill était face à Hitler quand toute l'Europe était vaincue.Et De Gaulle était bien tout seul aussi à Londres quand il a décidé de continuer à résister. そうですから、やはり先駆けというのは、まあ、いつの時にでもたった一人で始めていくという、まあ、世の習いであります。例えばあのイギリスのチャーチルでも、ヨーロッパ全体が征服された時に対ヒトラーということで一人で立ち上がったではありませんか。あのドゴール将軍もそうでした。やはり彼もこのナチの蛮行に対してロンドンで一人戦いを挑んだわけであります。 C'est pour toutes ces raisons et je conclue que je crois que la France s'est engagée sur le sol africain pour faire barrage à ce péril islamiste qui encore une fois je le répète fait un tort immense à la religion islamique dans son ensembleet dont, hélas, le Japon vient de voir tragiquement les effets en Algérie. だからこそこうしたありとあらゆる理由をもって、フランスというのはこのアフリカの地に打って出るということを決めたわけでありまして、それによってこのイスラム主義者の蛮行と、そしてまたその悪というものをせき止めようとしているわけであります。そしてここでももう一度繰り返しますけれども、やはりこうしたこのイスラムの宗教というものにいたしまして、これらの行為、彼らの行為と
いうものは、大変、このイスラム教そのものを侵害していると思うわけであります。まさに、その影響というものを、日本は、先の大変悲劇的な事件でアルジェリアで、知ってしまったわけであります。Je m'aperçois que j'étais très bavard, que j'ai abusé de votre patience. Merci beaucoup. 随分とおしゃべりをしてしまいました。本当に皆様の辛抱に頼ってしまったわけでありますけれども、ご清聴ありがとうございました。はい、大変ありがとうございました。ちょっと時間が長くなりましたけど、せっかくですから時間をもう少しいただいて、質疑をしたいと思います。10分程度、あるいは15分程度延長したいと思いますが、質問のある方はお近くのマイクへ近づいて、ご所属とお名前をおっしゃっていただいて、質問してください。Nous allons donc prévoir 10 minutes de plus pour la séance de questions et de réponses. Si vous souhaitez poser question, il suffit de lever la main et en vous présentant et avec le micro, sur le micro et vous-même et votre appartenance. Merci beaucoup. Merci, どうぞ。どうもありがとうございました。 NHK の二村と申します。私もアフリカ何度も取材をしているんですけれども、フランスの影響力というのは非常にどこに行っても強く、特に北アフリカ、サブハ、サハラ、強く感じたんですけれども、今フランスの介入について最後に、一言お話がありましたが、この地域そもそも歴史的に言ってもヨーロッパが非常に関与してきたわけで、その国境がザル状態という、その国境を作ったのもヨーロッパであるし、貧困放置してきたのも多分に各国ヨーロッパにも責任があるんではないか。それから、先ほど話で資源についてもヨーロッパの国々に特にアルジェリアなんかからも、資源が流れているわけですけれども、そういった点でフランスの介入というのはまだまだ不十分ではないかと私は思うんですけれども、先ほどはどちらかというとフランスの国の立場としてお話しされていたように非常に思うんですけれども、ジャーナリストとしてフランスはもっと責任ある行動を取るべきではないか。これは軍事的な話だけではなくて経済的にもそうだと思うんですけれども、そういったフランスがこれから北アフリカサブサハラに対してテロとの戦いにも対しても警察官の役割を果たそうとするのか、あるいはフランスがもっと主体となってこの地域の安定に対してやっていくべきではないかという思いもするんですが、フランスの役割についてどのようにジャーナリストとしてお考えか伺いたいと思います。Eh bien, alors, je m'appelle Nika de la télévision nationale qui est la NHK. Eh bien, alors, pour ce qui concerne l'Afrique, j'ai beaucoup couvert ce continent jusqu'à maintenant. Eh bien, j'ai constaté que la France est très présente et dans ce continent, en particulier dans la région saharienne. Eh bien, alors, vous avez parlé de l'intervention de la France et dans le Mali. Et dans votre communication et dans cette région, la France était très présente historiquement parlant et s'est engagée et dans cette région et depuis longtemps. Mais vous avez parlé des frontières de cette région qui est poreuse, mais c'est parce que c'était des Occidentaux qui ont défini ces frontières. Et puis ces pays sont pauvres parce que ce sont des, par exemple, de l'Europe, des Occidentaux qui ont laissé cette pauvreté et dans cette région. Eh bien, alors, et puis pour ce qui est des ressources naturelles de ces régions, alors il y en a des Européennes qui bénéficient de l'argent qui vient de l'Algérie pour ces ressources naturelles, et entre autres. Mais je pense que l'engagement de la France, risque d'être insuffisant et dans cette région. Et parce que vous voyez la position française en la matière, parce que alors France peut assumer encore plus sa responsabilité sur le plan militaire, économique et donc dans cette région de l'Afrique du Nord et surtout dans la région saharienne. Et alors France peut servir de gendarme et face au terrorisme de l'attentat de cette région, mais pour la stabilisation de cette région, alors la France peut faire encore beaucoup de choses. Mais comment vous trouvez cette position française en qualité de journaliste? C'est ça la question que je voudrais vous poser. Mais d'abord, c'est une très bonne question, très complexe. とてもいい。そしてまた、とても複雑な意味での質問をありがとうございます。Vous avez raison, évidemment,
chers confrères, de dire que ces frontières ont été faites par les Occidentaux, je dirais presque par les Blancs. そうですね、あの同業の記者さんのあのとしておっしゃる通りでございまして、この地域はといいますと、いわゆる西側諸国の人間が、まさに、白人たちが、作ってきた地域であるということはその通りで。C'est également, quand vous parliez des ressources naturelles, qui ont été, je ne dirais pas pillées, mais qui ont été, développées et souvent, exportées au profit de pays occidentaux, dont le mien.C'est un fait également que personne ne peut nier. で、そういった天然資源につきましても、やはり、まあ、それをですね、まあ、略奪したとは言いませんけれども、そこで開発して、そしてそれを、こうした西側諸国のために、まあ、その中には私の国もありますけれども、ために輸出をしていったという、背景もあります。それについての否定はしません。Le concept même d'indépendance aujourd'hui de beaucoup des pays dont nous parlons est un concept qui est extrêmement discutable, en tout cas dont il faut parler, car peut-on être indépendant si on ne contrôle pas sa capitale ? Peut-on être indépendant si on ne contrôle pas sa monnaie ? 15 pays de cette région ont ce qu'on appelle le franc CFA. Le franc CFA est garanti uniquement par la direction générale du Trésor français. Donc, il y a aussi ce problème d'indépendance. Armée insuffisante, frontières non contrôlées, absence de monnaie nationale. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, quand la France intervient au Mali, c'est extrêmement compliqué, très lourd, symboliquement, de venir dans une ancienne colonie même si c'est l'ancienne colonie qui le demande. で、そしてまた、こうしたその独立というものの概念というものを考えた場合には、これはまさに大いなる論争になるような、そうした問題でもあります。いや、独立といった場合に、自分のところの実国の資金というものを管理さえできていれば、独立と言えるのであろうか。しかしながら、これらの国々15カ国で使われている通貨というものが CFA フランという通貨でありまして、こちらの方はフランスのいわゆる財政当局の方が管理をしているというものでもあります。そしてこれらの国々の軍隊も不十分であるし、国境管理もできていない。だから自国通貨というものもこれらの国は持っていないということになるわけでして、フランスがマリに介入をしたということを、その介入をするということを決めるということは、それはそれは複雑な、それはそれは大変重いと言いましょうか、大変な、そして重要な決定でもあり、というのもやはり、このかつての植民地であるということもあり、そしていくら植民地側からの要請があったとはいうものの、それは、大変重い決定ではあったわけであります。Alors, ce qui est certain, je finis pour répondre à votre question, c'est vrai qu'une ancienne puissance coloniale comme la France a une responsabilité historique, presque, je dirais, un devoir. Comme l'a dit d'ailleurs François Hollande quand il est allé au Mali, la France avait une dette à l'égard du Mali, parce que quand la France était occupée par l'Allemagne, ce sont des soldats des pays africains qui sont venus au secours. Donc, aujourd'hui, Hollande avait dit... la France paye sa dette au Mali. Donc il y a cette responsabilité historique. Et puis aussi, la France, comme beaucoup de pays, est confrontée à une crise économique. Les budgets militaires réduisent. Et d'un point de vue politique, stratégique et aussi pour raisons financières, la France se désengage militairement d'Afrique. Nous avions avant des bases militaires au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Nous fermons des bases et simplement nous avons... Mais nous gardons quand même encore une présence militaire avec plusieurs, ce qu'on appelle des forces prépositionnées, prêtes à intervenir. Mais c'est la combinaison de ces deux choses entre responsabilité historique avec aussi la sauvegarde de nos intérêts. Le nord de l'Afrique, c'est nos voisins. Paris-Bamako, ou disons Paris-Alger, c'est comme aller de Tokyo à Pékin. C'est nos voisins. Donc cette montée de l'islamisme, cette montée de l'immigration qui monte vers l'Europe,
fait que si on ne fait pas quelque chose maintenant, après il est trop tard. On ne va pas gagner, bien sûr, la guerre contre les islamistes, mais il fallait stopper quelque chose. Et c'est pour ça que je pense la France a pesé le pour, le contre, les accusations de néocolonialisme, la difficulté, le risque pour les otages français et le risque pour les soldats français. Et finalement, on a décidé, la France a décidé d'aller faire ce combat au Mali. Personnellement, je fais partie des 60%, 65% de Français qui sont tout à fait d'accord et on a le droit de temps en temps d'être un peu fiers. で、まあ、確かにですね、まあ、かつての植民地の大きな宗主国といたしましてはフランスは歴史的に責任というものがあるわけで一種の義務というものもあると思います、例えば、オランド大統領がマリを訪問したときにフランスはこのマリに対して借りがあるということを言いました。それは何かというとフランスがドイツに占領されているときにアフリカの兵士たちがフランスへとやってきたわけでありましてその分借りがある。じゃあその借りをマリに対して返そうということを言いました。でフランスは他の国に他の国もそうでありますけれども経済的な危機というものがあってやはり軍事予算を削るということをしているわけです。例えば政治的それから戦略的それから財政的な意味でもこのアフリカからだんだんとこのコミットというものを減らしていく状態にある。例えば軍事基地一つを取ってみてもそれが言えます。今までセネガルにもガボンにもそれからコートジボワールにもアイボリーコーストにも軍事基地を持っていたのを閉鎖して、そしてその代わりにだからといって何もしないわけではなくて何かあった時にすぐ出ていけるようなそうした軍隊というものはしっかりと持っているという形にしているわけでありまして、でこうした歴史的な責任とまた自分たちの利益というものも守っていきたいという気持ちもあるわけでして、そして何と言ってもアフリカ、例えばまあこのバマコにしましてもバマコは遠いかもしれませんがアルジェリアというものをパリから見た場合にもう東京北京にも匹敵するようなついそこのお隣という近さであります。ですからイスラムが主義者が台頭すると同時にこうした国からの移民というものがどんどんとヨーロッパへと入ってくる、そんな中におきまして今やっておかないとあとは遅きに失するということになるわけでありまして、まあ、決してイスラム主義者との戦争に勝てるとは申しませんが少なくともそれに歯止めをかける阻止をするということが必要だと思うわけであります。まあ、もちろん今回の介入につきましても賛成反対そしてなんだこれは新植民地主義かと言われるような、そして人質は大丈夫か、またはフランス人の兵士の危険はどうなんだといったそうした論争というものがフランス国内でも大いに起こったわけでありまして、そんな中でフランスはそこで戦うということを決定したわけであります。ですからフランス人の 60%、65% が今回の介入を支持している、その中に私も入っているわけでありまして、そしてそういうフランスというものの態度に私自身も誇りを覚えることもあります。もう一問どなたか短く質問があれば、はい、後ろのどうぞ。個人会員の原田と申しますが、今支局長は春にはフランス軍は撤退を始めるとおっしゃったんですけれども、では実際そのこの後もマリ政府軍って非常に弱いんですが、まあ、アフリカの他の国からの援助もあって軍の援助があるにしてもですね、そのマリを再びそのああいうイスラム過激派からに占領させないためにどうやって それを維持していくのか、それからもう一つ隣のニジェールですね、ここになんかアメリカがなんか、まあ、ちっちゃい拠点でを作ってですね、無人機を飛ばして警戒するような話もちょっと聞きましたが、ニジェールっていうのはこれに対して協力的なんでしょうか、教えてください。Eh bien, alors, monsieur le directeur, vous avez parlé tout à l'heure d'éventuel retrait prévu pour la force française qui commencerait dès le printemps de cette année. Eh bien, mais c'est-à-dire que l'armée malienne, je dirais que c'est une armée pas très puissante.
Et puis il peut y avoir d'autres alors soldats d'autres pays africains qui pourront venir en aide. Mais et comment vous arrivez à maintenir cette situation pour faire le barrage contre à l'arrivée des islamistes dans cette région? Et c'est la première question. Et puis ensuite, alors deuxième question concerne le Niger et c'est l'Amérique qui a annoncé qu'il peut y avoir la base pour base militaire ou bien base et pour l'éventuel vol de drones et à partir de Niger. Est-ce que vous pensez que les Nigériens sont pour cette construction de base américaine? Niger ou Nigeria? Niger. Niger. Mmh. Sur la deuxième question, d'abord, je pense que c'est aux autorités du Niger de répondre s'ils veulent des drones américains. Certainement pas un journaliste français. Je rejoins un peu d'ailleurs ce que disait notre ami de, tout à l'heure de la NHK sur quand on parlait de attendez je, ça me reviendra まずはですねこのニジェルのアメリカの基地、まあ無人飛行基地、基地についてお話をしましょう。でこれにつきましてはやはりニジェール当局の方がお答えをすることだと思います。そうした、無人機基地が欲しいのか欲しくないのかということはフランス人のジャーナリストとしてお答えをする立場にはないと思います。Oui, donc sur la première question, bon, si l'armée française se retire ou commence à se retirer à la fin du mois de mars, c'est-à-dire au printemps, est-ce qu'on pourrait se dire on part parce qu'on n'a plus les moyens, parce que c'est une guerre qui n'aura jamais de fin, ou est-ce que parce que dans la grande tradition américaine, on dirait the job has been done, pour quitter... entrer dans un pays, c'est facile, le quitter comme l'Afghanistan, comme l'Irak, comme la Libye, etc. Il faut bien mesurer qu'est-ce qu'on va faire quelque part, comment on va le faire et pour quel résultat. Maintenant, vous demandez, est-ce que si l'armée française s'en va, les armées africaines mal équipées, mal entraînées, pauvrement financées, ça peut commencer à monter, vont-elles être capables de contenir ces mouvements islamistes que la France a chassés de Tombouctou, de Kidal, de Gao, et les a poussés dans le désert loin, est-ce que ça veut dire que si la France s'en va, ils vont revenir? C'est possible, mais d'une certaine façon, comme on disait tout à l'heure, justement à votre collègue de la NHK, la France était toute seule. La France a été accusée pendant des années, à juste ou injuste titre, j'ai ma petite opinion là-dessus, mais je ne vous la donnerai pas, a été accusé d'intervenir en Afrique quand un président renversé par un coup d'État, ça ne lui plaisait pas, donc la France intervenait avec son armée et remettait le président sur son fauteuil. Là, si la France est toute seule, elle fait un travail pour l'ensemble de la communauté internationale. Quand les Américains ont quitté l'Afghanistan, sont intervenus en Afghanistan, le jour où ils quittent l'Afghanistan, est-ce que le travail est fini? Évidemment non. Est-ce que le travail est fini en Libye? Évidemment non. Donc si on se dit dès le départ, c'est un combat perdu d'avance, on ne fait plus rien et on reste dans l'immobilisme. でやはりですねフランス軍というものがこのここからマリからですねもう撤退を始めるということを3月の末つまりは春からやるということはやはりこのアメリカがよく言うようにもう仕事終わったからじゃあ帰ろうということではないと思います。やはり戦争というのは終わりなきものでもあるしそしてまた膨大な費用というものがかかるものでもあります。ですからアフリカにせよイラクにせよリビアにせよやはり何をやるかという前にしっかりと今後というものを考えてそうしたものをやっていかなくてはいけない。つまり一体ここで何をやるのかそしてどんな形でやるのかそしてその結果というものをどこまで見越してそしてやるのかということを考えて
他の地に出ていかなくてはいけないわけでありまして、フランス軍にが例えば出ていった後には、残る例えばマリの軍隊にしましても、装備が足りない、そして、訓練が足りない、そして、金も足りないという状態かもしれません。でもじゃあフランスが出ていったからといって、ではこうしたイスラムの過激化というものが、また戻ってくるのかといったらその可能性はあるかもしれません。しかしながら先ほど NHK の方がおっしゃってくださったように、やはりフランス一国として何年も前からいろいろとこうしたアフリカなどでやっていることがあるわけでして、私のまあ個人的な意見というものはここでは申し上げませんけれども、アフリカにおきまして例えばクーデターがあるところで起こった、それに対して例えばこの追われた大統領を元の政権に戻すためにフランスが何かをするということもあったわけで、でもこれはフランス一国のためにやったわけではなく、あくまでも国際社会のためにフランスがやることであり、ですからアメリカですとアフガンでの仕事は終わったからということを言うかもしれませんが、でもリビアにしましても何もこれで終わりということは決してないわけでありまして、もともと最初からですね、こうしたこの試合というものを勝てる試合というか戦いというものを勝てるという形でやっているわけでもありません。Je voulais juste. On a perdu si on fait rien.L'immobilisme est la pire des choses. ですから私が言うことは何を言いたいかというと、何が一番悪いかというと、何もやらないということこそ一番もう最悪であるということを申し上げたいと思います。Et je voulais rajouter que selon des experts, la vie d'un otage comme rançon est estimée, en tout cas dans le cas des Français, à peu près à 1 million d'euros. Je sais pas, 1 million d'euros par tête. Vous imaginez le nombre d'armes?Qu'on peut acheter avec 1 million d'euros. Et ces armes, ensuite, vont servir à quoi ? À refaire des prises d'otages, à refaire des attentats. Et on va encore. Et on est dans un cercle vicieux. Donc, si les gens qui pensent comme ça étaient arrivés à Bamako, la capitale du Mali, ils auraient créé carrément une capitale d'un territoire. Ils se seraient fondus dans une population. Et aujourd'hui, pour aller chercher les gens.Que l'armée française et malienne repousse dans le désert, ça aurait été le combat dans une ville comme la capitale, Bamako. Donc, il fallait faire un coup d'arrêt. Évidemment, cette histoire ne s'arrêtera pas avec le départ des Français. Ou même si les Français restaient des années comme en Afghanistan. C'est inconcevable.で、例えばですね、それに加えて一つ申し上げたいこと。身代金っていくらぐらいだと思いますか、例えばフランスなどが人質を捉えているわけですけれども、身代金というのは1人頭100万ユーロと言われています。100万ユーロでどれだけの武器が買えるかということを考えてみてください。その金で買った武器でまた人質を取る、またテロを行為をするということになるわけで、これは悪循環になるわけです。ですからこうしたことが、つまりはイスラム原理主義者過激派がバマコという都市にまで出てきてしまって、つまりマリの首都ですね、そして人々の間にそうした悪をまた起こしかねないという中におきまして、今回はフランス軍とマリ軍が一緒になってこのようなイスラム過激派というものとの戦闘で彼らを砂漠へとやったわけでありまして、そうやってせき止めているわけです。都にまで来ないように、だからといってじゃあそれで全てがもう彼らが来ないのかということでもなく、つまりはじゃあフランス軍が出ていた後にまたこの彼らがやってくるかもしれない、そしてまただからといって残ったところでまたやってくるかもしれないということで、いつまでたってもこうしたことは終わりなき戦いということで、あのアフガニスタンの例が物語っております。Je pourrais juste. On doit terminer. Ah, ok, d'accord. Ok. Déjà, c'est déjà. Déjà, je suis magnifique. Merci beaucoup. Merci. Déjà, donc, merci beaucoup. Déjà, c'est déjà. 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 Déjà, c'est déjà.
どうもありがとうございました。 Thank you very much.